はい、こんにちは、ナバロです。今日はね、車の中からお送りしてます。よろしくお願いします。はい、東京地方ね、結構ね、寒いです。意外とごめんなさい、なんか露出になってない。冬って感じでね、もう朝晩ね結構寒くなってますね。まあ12月なんでね、まあしょうがないです。はい、今日のテーマなんですけど、フィリピンに行って感じた、人種差別、3選というのをお話します。はい、フィリピンにね、僕はいた時ね、人種差別的なことはね、一度も受けたことはないですね。僕はね、横浜市中区に生まれて、ずっと29歳までそこに住んでて、育ったんですけど、僕はそうですね、今まで、日本にいても人種差別なこと的なことにね、会ったこともないですし、僕はそういう行為をしたこともないんですけど、まあ周りにね、そういうことをね、言ったり、言動でそういうふうに言ったりとかしてるとかって人はね、かなりいました。で、横浜っていう土地柄で、いろんな国の人、いろんな人種の方が住んでました。で、僕の周りにもそういう方がいましたけど、僕はそういう人たちにそういうことをされたことはないですし、特別にね、なんか変な思いっていうこともね、したことはないですね。本来ね、健全なね、人であれば、そういうことで、人を差別したりとか軽蔑したりとかってすることはね、絶対ありえないんですけど、やっぱりなんかね、その人の、個人の問題でそういう行為に及んだりとか、こう言動に出たりとかするっていうふうにね、僕は思うんですけど、はい、今回に3つねお話しします。フィリピンに行って感じた、人種差別、3選。まず1つ目ですね、妬みですね。妬み、はい、まあ妬みね、よくありますよね。例えば、日本人なんかで海外でこう、移民とかをして、そこで成功してお金持ちになったりとか、そういうステータスがすごいとか、いると思うんですけど、大抵妬まれたりしますよね。で、それはね、日本人だからとかっていうことではなくて、まあその人が成功してたまたま日本人だった。で、日本人っていうことで、少数であるっていうことで多分差別を受けたりとかね、すると思うんですけど、まあする方からするとそれは本人の問題であって、日本人が悪いわけではないし、日本人が一生懸命働いて、それで成功するわけだから、差別したりとかね、妬んでる本人の問題、その人たちの問題であると思うんですけど、じゃあその人たちはなんでそういうことをするのかなって考えたらいろいろありますよね。はい、まあね、多分ね、本人がやっぱり、なんだろうな、自分が成功してない、何かこう、うまくいってないっていう感じた時に、やっぱその日本人に対してやっぱりこう、なんかよくは思わないんでしょうね。でもそれなんでよく思わないかって言うと、やっぱり本人のやっぱりこう、自己評価が低いのかなって僕は思います。例えば、じゃあ日本人が成功した、じゃああの日本人はなんで成功してるんだって、そのやり方を真似したりとか、もっと工夫していいやり方を見つけたりして、もっと自分はもっと日本人より成功すればいいと思うんですけど、そうはせずに、ただ自分のことを置いといて、その日本人を恨む、妬む、何か、危害を加えるとか、嫌なことをするとか、なんかひどい言動を言うとかっていうことなんだと思うんだけど、それはすごく、屈折した曲がった考え方であると僕は思いますよね。だから自分自身が、もっと努力し、自分を上げていくっていうことが一番いいことなんだと思うんだけど、そのことはせずに、日本人を攻撃すると、まあ日本人じゃなくても、例えば中国人が他に行って成功してもそうだと思うんですけど、それはね、とてもね、なんか悲しいことだと思いますよね。だからそういうことではなくて、やっぱり自己評価を上げて、やっぱりなんだろうな、自分ももっと上のところに行くっていうことがね、とても大事だと僕は思います。で、やっぱりね、そういう人たちってなんかね、とてもプライドが高いのに自己評価が低いのかなって僕は思うんですけど、なんかすごくね、嫌な考え方ですよね、やっぱりそういうのはね。はい、次ですね、フィリピンにいて感じた、人種差別、まず2つ目ですね、政治的な利用です。まあ、歴史的に政治的な利用を、して結果的にそういうふうに、ね、戦争になったりとかするってことも結構あると思うんですけど、ごめんなさい、ちょっとコーヒー飲みますね。よいしょ、コックブラックですね、今日は。あ、美味しい美味しい、これいいね、なんかね、一番美味しいですね、これ。なんかこのタイプのやつ、なんかだんだん外が暗くなってきましたね。よいしょ。
はい、まあ政治的な利用ってことでね、まあ結構ねありますよね、あのプロパガンダ的に、どこかの国の人たちを、こう悪者とかね悪人にして、私たちの国が良くないのはここの国の人たちのせいだとかな、この人種だとかとかいろいろあると思うんですけど、まあそういうことをして、まあ政治家とかなんかね、一部の人たちはなんかやっぱ、自分の都合のいいようにね持っていくと思うんですけど、やっぱりね、僕はね思うのは、思うっていうかね、学生時代に言われたのが、新聞やテレビはあまり信用するなって言われたんですね。まあ信用するなっていうか、自分の目でちゃんと確かめて聞いて、そこで自分で情報をちゃんと判断するっていうことをしなさいっていうふうにめちゃくちゃ言われたんですよ。だから本当に人が言ってることは本当に本当なのかとかっていろいろ疑う癖はつきましたね。こいつ言ってることは本当なのかなとか、そこの真意に言ってることに対して真意は何があるのかとかってね、ものすごい、だ人の言うことを信用しなくなりましたけど、なうちの奥さんに結構言われるんですけど、なんでそんなに人の言うことは信用しないんだとかってブツ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 言われるんだけど、もうそういうシステム、頭の中のシステムになっちゃったんで、まあしょうがないんですけど、まあだから自分の目で確かめて本当にどうなのかっていうことだけをね、やっぱり信じるということがね一番大事なのかななんてね僕は思ったりしますけど、まあ政治的な利用ですね。だからまあ人種的に、だから自分自身がどういうふうに考えるかっていうことがね一番大事なのかななんて僕は思いますけど、はい、フィリピンに行って感じた、人種差別3つ目ですね、自分自身ですね、自分自身、はい、やっぱり自分自身の立ち位置とか考え方がちゃんとしっかりしないと、やっぱりなんかちょっとなんかね、なんかメンタルが弱ってきた時に、なんか人のせいとかあいつのせいとか、例えばそういうふうにすることっていうのはとても簡単なんですけど、それはねとてもなんか建設的でもないし前向きでもないし、あまり良くないです。だから本当に自分自身がちゃんとした立ち位置にいるっていうのかな、それじゃないとね、やっぱり、差別的なこととかね、こうヘイト的なことをね言ってしまうんですよ、やっぱり、だから、ね、とてもねそれはね良くないし、そう言ってしまう方が楽なんですけど、なんかそんなことをして一体何になるのかっていうことで、言われたことに対して、言われた人たちとかそういうふうな、差別を受けた人たちの気持ちになってみた時に、僕はあまりいいとは思わないし、とてもね悲しいことだと思います。だからやっぱりね、僕も例えば今こう日本にいるときは日本人で、多くの人たちの多くの方の側の人間です。例えば僕はアメリカとかねそういうところに行ったことないんですけど、他に行くと圧倒的にマイナーな人たちです。本当少ない少数です。だからそういう人たち、そういうふうになった時のことを自分が考えたら、そんなことは言えないですよね。だからやっぱりそういうことを、自分自身に身を置いてやっぱり考えるってべきなのかなと思います。でなんかね、自分の正しい、なんていうの、本当に健康的な心でなければ僕はねダメなのかなと思います。で本当にね、もう人が憎いっていうのはねあるのかもしれない。何かされた時に、例えばお父さんお母さんを殺されたとか、それがどこどこの人たちだとかっていうことになると、恨みっていうのは残ると思うんですけど、でもその恨みっていうのを捨てていかないと僕はなんか先に進めないのかなと思って、恨んでいくことっていうのはとても、楽なのかもしれないんですけど、でも本当は苦しいことで、人を許していくっていうことをしていかないと、一生自分が苦しい思いをするっていうのかな、それをずっとね自分の子孫にまでずっとつなげていってしまうような気がするんですね。だからなんかね、この人種差別ってそんな簡単に言えないんですけど、自分自身が例えば何かこう、自分の民族が他の民族に何かされたということをずっと恨みに持つってことはね、とても辛いことだと僕は思います。だから本当に人を許していくとか、その人たちを許していくってことがね、なんかとても大事だってね僕はね思います。だからね、やっぱね思うのはやっぱり祈っていくしかないのかなってね僕は思います。本当自分自身に祈るのではなくて相手に対して祈るっていうのはね、これすごくね、それは自分に返ってきて自分がとても楽になると思うんですけど、なんかねこういう面倒くさい話なんですけど、まあ人種差別っていうのはとても根が深いとかね、僕がどうこう言ったから何が変わるってわけではないんですけど、まあこんなお話をさせていただきました。今日はねどうもありがとうございました。
はい、このチャンネルでは、ね、フィリピン人との、ね、国際結婚の話、それからね、子供とのね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法のね話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれてね、ありがとうございました。はい、あけみちゃん、バイバーイ。